マキシポジベ、はい、ポジベ歴19年スーパーポジブティーチャー福地ございます。さあ今日はですね、東京は雪が今ね降ってますね。はい、おそらくねこの感じだと雪積もるんじゃないかなっていう感じのいい勢いでね今雪が降ってます。でその雪をね見た時に僕はですねすごく思ったことがありまして、それを皆さんにね今日はシェアをしたいと思います。どういうことね、僕は雪を見てね感じたかといったら、雪ってね最初積もるまではやっぱりなかなか時間がかかるんですよね。ある程度こう積もってきてもですね、やっぱ人が通ったり車が通ったりね、ちょっと水っぽくなったりして、なかなか積もるっていうところまで行くの難しいんですよ。ただある程度積もってきてからはもうそこの積もった時にさらに雪が降ることによって、どん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 ですね積雪が多くなっていくと、まあ、これはもう本当にこの僕が思うね、この積み重ねと同じなんだろうなと、継続も同じなんだろうなと思うわけですよ。はじめはね、少しずつ少しずつやってもね、なかなか身にならない、なかなか、僕であればね英語を喋ることができない、韓国語を覚えることができない、ヒップホップダンスをね覚えることができない、最初はね何度やってもなかなかねうまくいかない。だけども小さな積み重ねを何度も何度もねこう溜めて溜めて溜めていって、ある程度の積雪になったらですね、そこからどん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 ですねこう加速度的に成長していく。英語で言えばですね、僕は結構喋れるというか、自分の思ったことをね話せるようになってきました。はい、実際ね最近海外の人のね英語を使う人はですねなかなか来ないので、実践ねなかなかできないんですけども、結構喋れる感じになってきました。それは自分で実感があります。本当に積み重ねて蓄積したものが、あ、こう言おうと思ってることがパッとね口から出てくるぐらいな感じにはなってきてます。これもね、きっと僕が今1年半ぐらい英語をね、毎日積み重ねてきた結果なのかなっていうふうに今は感じてます。まあ、雪がね積もるように、何でも物を動かす時も同じ、最初の初動が大変、そして積もるまでは時間がかかる、ただある程度積もってからは成長の速度というのは一定にしっかりと成長していく。なので結果が出るまではすごく時間かかるかもしれないでけども、それでも諦めずにね毎日積み重ねていくこと、そしたらきっとそれが雪となり、そして積雪となり、そしてそれが形を変えて雪だるまになり、それがまた子供たちが喜ぶ雪合戦に変わっていくんじゃないかなと、そういうふうに思ったのでね、まあ、雪を見てそんなことを僕は思ったというですね、頭の中が非常に変態みたいな考え方かもしれないんですけども、まあ、そういうふうに塵も積もればね山となるという言葉があるように、少しずつでもやり続けて継続していけば、きっとそれは形となり身となりですね、きっと皆さんの力になると思ったので、今日はですね雪を見て僕が感じたことをお話しさせていただきました。ということで以上、毎日パンチメ、ご視聴ありがとうございました。